てきました。すげえちっちゃいスタジアム。チケット購入しました。20ドルです。だいたい1600円ぐらい。入ってみたいと思います。はい、スタジアムに入ることに成功しました。キックオフ30分前、ウェリントン、まあ、ニュージーランドのチームとパース、一番西側のチーム、それをシドニーでやるということでね、コンサドーレとプサンが東京でやるみたいな感じ。俺この試合なんで見に来たかというと、パースグローリーには太田康介いるわけですよ。そしてあのチームメイトに、まあ、イングランド代表でもあったスタリッジがいると。そして、まあ、リーズのユース出身でリーズでもちょっとだけプレーしたアンディ・キーオ。まあこれはもうサインもらいたいなと。だからまあ事前にユニフォームもちゃんとゲットして、ここに来て楽しい思い出を作ろうと思ってたのですが、太田康介の野郎怪我、朝日さん怪我しましたとか言って LINE 来て、スタリッジはもうほとんど試合出てなくて怪我らしくて、アンディ・キーオはね怪我してたんだけどこの試合には出るということで、まあちょっと期待してサインはもらいたいなと思っていると。そしてもう一方、ウェリントン・フェニックスはまあ僕らのバーンジー、ネイサン・バーンズ元 FC 東京もねあのいたチームで、しかも噂によると今シドニー在住でアンバサダーみたいなこと、東京における石川直みたいなことをやってるという噂があったのでね、会えるんじゃないかなっていうのを期待してきた次第でございますよ。あら、アンセムとかも何もなくさらっと入場してきました。今キックオフです。試合は終了間際のゴールでウェリントンがパースを2対1で下しました。そして試合終わってすぐ企業にサインもらいに行こうと思ったらもうドレッシングルームに帰られちゃった。失敗した。試合はウェリントン・フェニックスが2対1でパースグローリーを下しました。試合後ねこうやってファンの人たちと選手が喋ってたりだとか、すごくのどかだよね。うん、こういうフットボールもすごくいいなと。まあとりあえず両チームともここがホームじゃなかったんでね、お客さんは少なかったですが、また今度 A リーグ見に行きたいと思います。あら、スタジアム前にバスが来たっていうことはこれサインもらえんじゃね。